こんにちは、塩の山の三枝クララです。ちょっとご無沙汰しちゃいましたが、皆様お元気でしたか？私はこうアップできない、こうブログもね、動画もちょっとアップできない、こう間も、いろいろな啓示や気づきや発見などがありました。また、それらを一つ一つこれからアップしていきたいと思います。こう一人で喋るのはもうまだまだ不慣れて下手くそで、もう噛みまくりですけれども、だんだん上手になると思いますので、皆様温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。私が最近受けた啓示で、一番印象深かったことは、1985年、今から35年前の520人が犠牲になった日本航空のジャンボ機墜落事故と、今年2020年、この世界を揺るがして、たくさんのこの世界中の人々を苦しめているこの新型コロナ。これらの仕掛け人、犯人は同じ人たちによるものだということです。私がどのような感じでこのこと、この啓示を受けたかというと、11月に入ってからなんですが、朝起きると、私はタイムスリップみたいな感じで、35年前のこの事故が起きた御巣鷹山の現場に連れて行かれました。そこで、二人のこう自衛官のこの太もものこの隙間から、本当にこう、もう丸焦げになっている、こう、無残な、こう、事故現場が見えて、でも、そこで感じたのは、こう35年後の2020年の、このコロナの事件、コロナのウイルス、これらの、まあ私はテロだと思っていますけれども、これらを仕掛けた人たち、犯人は同じ人物たちだという確信をそこで私は確信しました。今をね、たくさんの人が目覚め始めているので、私がこのね、もう時間も全く違うこの二つの出来事が同じ人たちによるものだと言っても結構こう驚かないんじゃないかなって、あ、やっぱりっていう人が多いんじゃないかなって思います。でもこうやって私がお伝えしていくのはその時が来たから神様が私を使われているのだと思います。他にもいっぱい気づいたこと、びっくりしたこととか、私が今ハマっていることなんかもありますので、また時々このチャンネルに遊びに来てください。それではもう皆様ね、もうお体気をつけて、それでは今日はこの辺で、またね、バイバーイ。